はい。タタタンタラタンタラタタララタタタンタラタンタラララランランタラララン。タラララン、タラララン、タンタンタン、タラララン、タラララン、タラララララン、ランプリタッタッテテ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 リリリリリリリシュワシュワ、はい、はぁ、きま、はぁ、はぁ、皆さんこんばんは。日曜の、日曜の、もう夕方ですよね。はぁ、息が上がっちゃう。はぁ、ですね、今日はね、ちょっと、あら、どうしましょう。どうしましょう、どうしましょう、どうしましょう。大丈夫です、大丈夫です。ちょっと待ってください。はい。皆さん、いかがお過ごしですか ?5 月のね、今日は何日かしら ?5 月の13か4、4ですかね。14日の日曜日の夕方頃だと思うんですけれども、今日はね、ちょっと失礼いたします。皆さん体調いかがですか？ですね、私はですね、体がすっごくすっごく疲れやすくて、体がすっごくだるくて、肩は凝るし、なんでだろうね、もうね、寝ても寝ても寝ても眠たいって感じが、皆さんはいかがですか？どんな感じでしょうか？ちょっとの間、5月になってちょっとの間、この芍薬をですね、芍薬を見に行ったぐらい、5月の頭ぐらいかな、頭ぐらいの時のほんの少しはすっごく体調が良くて、あ、5月っていいな、爽やかだなって、ずっと5月だったらいいのにななんて思っていたんですけれども、なんか最近このやっぱりすごいですね、5月ってね、自律神経が乱れるっていうことがあるみたいなんですけれども、もう私はね、本当に体調は寝ても寝ても寝ても眠くて、でちょっと何ですかね、肩も凝るし首も痛いし、もうちょっと大変でした。マウスピースをね、作り変えたんですね。噛み締めが強いので、マウスピースも、もうそんな話いいです、もうそんな話いいですね。まだ体調はあんまり良くなかったっていうことですね。今日はですね、芍薬を見ていただきましたね。可愛い芍薬、それにくっつけてですね、あと4分ぐらいお話しして、キュッとキュッと、まえさりちゃんのボディのようにキュッと引き締めた、素晴らしい素晴らしいトークで、ね、明日月曜日からですね、私の愛する皆様方が楽しく、元気に、よいしょー、どっこいしょー、プリプリキューというような、元気に、お仕事行っていただけますように、私も元気にね、お仕事行けますように、そして元気にバドミントンも週に2回行って楽しいこと集中できますような、今日は、動画にあと3分ぐらいで仕上げて、キュッと皆様にキュッとキュッとキュッと、後ろ怖い、行きたいと思います。ですね、早く喋らないとね。今日は
私の今年の一押しのお洋服でございます。これ買ってきました。可愛いですね。この可愛いですね。これすっごい可愛いでございますね。このお姫様ね、お姫様の T シャツとちょっとなんて言うんですか、去年のお誕生日あたりに買いました、1年前に買いましたスリットがすごく入ってて、道行く女性が、あら、あの女性スリット入ってるわみたいな、結構これはあの女性の方に注目されるような、素敵なスカートを履いてのトーク&トークトークトーク、あと2分ぐらいで終わりますよでございます。じゃあちょっと落ち着きますね、落ち着きます。はい、本当はね、楽しい話で終わろうと思ったんですね。芍薬の時すごいテンション高かったので、今日はちょっとだけ愚痴を言います。あのですね、愚痴言いますせー、あと2分ぐらいで。座ってお話してよろしいですか？なんかね、ですね、ちょっとやっぱり体調が、良くないので、今ね、あんまり、ちょっと下げますね。外食とか、あんまり正直言って、畳見えてますね。畳、またなんか言われそうだな。ですね、なんていうのかな。やっぱ美しく映らなきゃ。ですね、体調があんまり良くない時ってそんなに外食するの嫌じゃないですか？なんかお家でゆっくり自分が作り置いたものを食べたいとかあるじゃないですか。でもね、うちはね、まだね、ちょっと待ってくださいね、これいっぱい映ってますね。いっぱい映って、あー、そうかそうか、まあいいか。ですね、また長くなりそう。それで、じゃあ手短に話すのが苦手ですね。ですね、芍薬切りましょうか。そりゃダメですよね。いっぱい映っちゃって、ダメだ。はい、それではですね、短く喋るの難しいですね。ですね、私はね、その、エネルギッシュじゃね、ないときは、あんまりね、外食したくないんですけど、うちには、元気なね、格闘家の、いとこと、ボクシングやってる甥がいるんで、昨日からね、まえさりちゃん、新しいね、街に出てね、街のファッションビルに新しい、私が前から行きたがっていた回転寿司屋さんがね、おしゃれな回転寿司屋さんがオープンするって言ってて、ずっと私楽しみにしてて、そこに行こうかって昨日言われたんですけど、私は動画が撮りたかったし、撮りたかったんだけど、30分寝て撮ろうと思ったらね、なんか寝ちゃったんですよ、昨日。だから、本当は今日もあんまり行きたくなかったんですけれども、昨日行きたいって言ったのを我慢させたもんだから、私もね、今日はじゃあランチだったらいいよって言って、その、うわ、お腹鳴っちゃった。ランチだったらいいよって言って、3人でね、出かけたんですよ、お昼から。でね、1軒目は、最近そこそこのお値段を出して、美味しい回転寿司屋さんってたくさんありますよね。ちょっと、なんていうかな、リーズナブルよりもう少しちょっとハイクラスみたいな、これそういうところに楽しみに行ってたんですよ。だそこはね、カウンター座って、ただね、2人はね、カウンター、私はカウンターで、やっぱり気遣いますね、カウンターってね。私本当はいつもテーブルがいいんですけど、早くね座りたいのでカウンター我慢したんですよ。
私ね、カウンター本当に苦手で、両サイドも見えるし、あとお寿司屋さんって前にいるじゃないですか。そしたら、そのファッションビルの中にあるお寿司屋さんなんで、本当の寿司職人って感じじゃなくて、やっぱりこう、なんていうのかな、パートかバイトか、まあ寿司の会社の寿司よね。なんかすごいね、なんていうんだろうな、せかされてはないんだけど、ずっと見られてるっていうのがあって、なんかこう、早く食べたくなるんですよね。で、それがすごい苦手なんですけど、今日早く座りたくて座ったんですね。で、お寿司屋さんで食べてて、まあ、そこそこ美味しいねって言って、で、値段の割に、値段はこんなもんだよね、大体とか言って。ただね、いろんな店を、せっかくファッションビルに来たから、いろんな店に行きたいって、二人が言うんですよ。だからここでどっかり食べるんじゃなくて、ちょこって食べてもう一軒行こうって。で、いいよって言って、たくさんあちこち行った方がなんかいいもんねって。いつも同じところに行くより、新しいところに行った方が脳にもいいよねって言って、じゃあ行こうって言って行って、居酒屋さんに行ったんですよ。なんか、まずダメです。あの居酒屋さんで、そこはファッションビルの中にある居酒屋さんなんで、もちろんあのタバコを吸う方はダメです。タバコ吸えないんで、私はあのタバコは苦手なんで、タバコを吸わない居酒屋さんだったら、あのノースモーキングの居酒屋さんだったらいいと思って行ってみたんですよね。で、テッサとかもあるし、おでんもあるし、お刺身もあるし、焼き鳥もあるし、居酒屋さんってあんまり行ったことないんですよ。で、ちょっとドキドキしながら楽しみに行ったんですけど、ちょうどあの調理する人、調理っていうかね、全体を後ろ側が調理してて、前にお客さんが並んでる感じのところに座ったんですよ。だから一番あのなんていうんですか、忙しいところに座っちゃったんですよね、カウンターのね。で、なんかね、もう声がすっごいうるさいんですよね。なんかね、いらっしゃい、へいいらっしゃいぐらいでいいじゃないですか。へいらっしゃいっていうようなすっごいうるさい人が途中から入ってきて、もううるさくてうるさくてたまんなくて、でね、静かにしてくださいって本当にこそこそって言いました。多分その人は、その店員さんはイラってきたと思いますよ。居酒屋で威勢が良くして何がいけねえんだよっていう、多分思ってるタイプと思います。なんか多分ね、このおばちゃんうるさいなぐらいにね。だからね、あのそんなに大きな声でね、いらっしゃいませ、へい、なんとかで、なんとかで、いっちょー、なんとかってね、もう頭がなんかこうかき乱されてるような気持ちになってね、ふーってなりそうでした。だからちょっとだけ小さい声でお願いしますって言ったら、もうなんか言った後自分も気分が悪くなっちゃって、そういうこと言ったら言ってる二人も嫌じゃないですかね。どうしてそういうこと言うのみたいな感じになるじゃないですか。で、言っちゃった後に言わなきゃよかったって思いながら食べてて、だ今度ね、忙しいからね、もう前の人もお皿を下げに来るし、こっちの人もお皿下げに来るし、なんかね、忙しい時は2時間って決まってるんですよ。私たちね、結構食べるのみんな早いんで、2、30分しか座ってないんだけど、もう食べたお皿下げていくんですよ。それも1人じゃなくて、3人も4人も、絶えずみんなが皿見てるんですよね。で、回転よくしたいのはわかるけれども、ひどいなぁと思って、で、食べかけのちゃんじゃも持っていかれちゃって、で、あ、返してくださいみたいで。でね、とにかく落ち着かなかったです。だからね、でもメニュー見たら、テッサもあるし、私の大好きなヒレシもあるし、最初うるさい店員さんが帰ってこない間は、今度、あの、一人でも来ちゃおうかなって思ってたんですけど、もう、ドーン、ドーンって喋る人ね。だから私はね、あの威勢のいい居酒屋は私は合わないなって思いました。もう静かな、もうね、
っていう話でした。なんかね、なんかうるさすぎるのはもういいなと思って。だからもうやっぱり若い居酒屋さんとかは若い人のお店なのかな、なんかね、そんな気がしました。それではね、結構また喋ってしまいまして、それでは今日はこれで一本とさせていただきます。でね、あそこ畳で恥ずかしいんですけど、またなんかおしゃれなのをね、夏ぐらいに買おうと思います。すいません、今日は愚痴で。それでは皆さん、素敵な週末、週末は終わったので、素敵な、月曜日から元気で、また無理しないで楽しい1週間にしてください。これ芍薬入れてないかもしれないな。それではですね、今何言おうとしたんだろう、忘れちゃった、どうしよう。それでは、こんな動画ですけど、なんか忘れちゃったな、いいね、高評価よろしくお願いいたします。大丈夫かな、ちょっと長すぎるよね、芍薬入れるのやめようか。じゃあまたね、いいね、高評価よろしくお願いします。バイバイキン。